皆さんこんにちは、旅好きです。このチャンネルは私が旅を楽しんでいる様子をブログ形式で紹介をしています。宿泊したホテルや観光地、美味しいグルメなどを紹介していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき、皆さんの旅の参考にしてください。そして動画作りの励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。旅好きチャンネル。はい、午前中ね、キュランダ観光を楽しんだ後はですね、スカイレールで、スミスフィールド駅まで戻ってきました。ここからはですね、午後出発をしてきた、大自然探検ツアーにね、合流したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。大輔です。お願いします。まだ木曜日だし、ワラビーも多少元気かな。今日は週末食べ過ぎるので、ね、結構ぐったりしますよ。キュランダ駆け抜けて一気に、ね、キュランダより奥へ奥へ、西側内陸地に向かってきますよ。ケアンズ二大世界遺産めっちゃ目立ってますけどね、グレートバリアリーフキュランダ。その奥結構面白いんで、本当に楽しいというか、ここをぜひ見てっていうところに行きますんで、これから、楽しみしててくださいね。ちょっと不思議ですよ。なかなか不思議な世界にこれから突入。オーストラリアというかね、僕の中ではね、日本だったら本当に南の宮崎、沖縄から北海道まで行くような感覚です。今日のツアーは大した走らないですよ。200数十キロしか走らないですけど、軽くね、ケアンズから北に向かって、西に向かって、南に下がって、南の方からケアンズに北上して帰るっていう、ほんとちょっとした一周、オーストラリア一周かいつまんだような感じになるんですけど、結構いろんなね、気候、作物、動物の生態系見れると思うんでね、まあお楽しみにですよ。まあ今はご存知の通りキュランダにいるんで、熱帯雨林ですね。もう世界遺産の熱帯雨林。そう、ここを越えたら大体まあ3分ぐらいじゃないですかね。3分あれば熱帯雨林がなくなるんです。なんで窓の外よく見ておいてくださいと。これ熱帯雨林の特徴としては、木がすごく密集してると。ものすごく密集してて、で葉っぱがすごく生い茂ってますよね。で木も身長が高いと。これってやっぱりね、熱帯雨林の木々って一応日陰でも生息できる、要はシェッドプランツみたいな感じなんですよ。日陰でも OK、 そんなに太陽なくてもなんとかなる、死にはしない。ただでも欲しいのは欲しいんですね。浴びたいから背を伸ばしてくるんですよ。隣よりでかくなりたい。でも隣も負けずとでかくなってくるんで、なんかもう競争してるんですね、背を伸ばす。だからまあどん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 高くなっちゃって、で葉っぱが下の方にも茂ってくるんで、もう地面とか奥まで入ると本当芝とか草とか本当に生えてないんですよね。むき出しの土になっちゃって、それがね熱帯雨林の特徴。日が当たらないですね、森の中って。でもこれから行くところはもう真逆のところなんで、もう全然そんな雰囲気はね、あと数分で本当飛んできます。で生態系、動物の生態系も変わるし、カンガルー増えますね。カンガルーはこれから行くところの方が気候的に合ってるんです。でそこの町だけ、これから行くところ、次の町の名前マリーバっていうんですけど、キュランダから約、ね、40キロ弱ぐらい、38キロぐらい先にある町、そこだけぐるっとね、山脈に囲まれてるんですね。どうでしょう、なんか違うなって分かります。そう、まずそう、密集してないですよね。木が少し減ってきた気がしませんか。そう、木が減ってきてると。で、まっすぐ立って、まあ、背の高い木ももちろんありますけど、ちっちゃい木も多いじゃないですか。そう、明らかに乾燥してるの分かりますかね。そう、これね、でも、はい、最初にやってきたのはですね、マリーバという町の手前にある、巨大アリ塚です。白い、頭が黒くて胴体が白いアリ、それがね、このアリ塚を作った子たち。ちょっと出てきてよ。あ、ここにね、ちょろちょろ出てきた。あ、出てきた。変な穴があるね。でしばらくすると捕まってくれるんだよ。ほら、来た。
見て見てこれそう、テングシロアリって言って鼻がキュッと伸びてるんですよ。で、この子たちが自分たちの唾でペタ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 貼り付けて、で、これ作っていくんですって。お、一番近くにいたから君だ。これを食べてみなさい。これ？うん、アリ食って歯でカチッてやってみる。パキって言います。本当はね、パセリの味がするんですよ。苦いパセリの味。ということでね、私も一匹ちょっとね、アリさんにはかわいそうなんですが食べてみましたね。やっぱりパセリの味しましたよ。世の中に絶対無理はない。あ、パセリ、パセリでしょ。旅好きチャンネル。よし、じゃあ再出発です。マリーバの街に向かって、次はまあこれが多分一番の待ち金だったんじゃないですかね。わらびの餌付けちゃん、はい、次のねポイントです。まあ今日の今の時間考えるとかなりゆっくり遊べるんじゃないかなと思います。はい、続いてやってきたのはグラナイト工事ネイチャーパークというところです。ここでね、ワラビーに、餌やりができるということでねやってきたんですけど、このね、広大な土地のところに、岩があるんです。この岩のところにですね、餌付けをしてるんですかね、野生のワラビーちゃんがたくさんいまして、こうやってね、手から、餌を食べてくれるんです。めちゃくちゃ可愛かったです。到着したのがね夕方だったんで、お腹がねもういっぱいなのか、それほどガツガツね来る感じじゃなかったんですけどね、こうやってねちゃんと食べに来てくれました。子供たちもね、非常に喜んでねキャッキャ言って楽しんでましたよ。そしてね、岩の上からは、まあ、広大なオーストラリアの大地を望むことができます。見渡す限り大草原、平原なんですね。すごく広さを感じました。そしてレセプションの隣にはですね、爬虫類や、ね、鳥などがたくさんいるんですがこうやってね、蛇を首にかけてもらったりしてね楽しんでます。蛇が苦手な人にはねちょっとね辛いかもしれませんが、噛まれることはねないようなのでね、いい経験ができました。他にもですねこんなことやこんな写真もね撮れるようです。あ、この写真はね、持参ツアーからいただきました。マンゴーも見てきたし、コーヒーは見えなかったけど取れてるし、そんなとこ走ってきましたけど、右側これブルーベリーなんですよね。だんだんなんかちょっとトロピカルなところから高原地区に変わってきて、で気候もね変わります。涼しくなりますよ。次のポイント、この辺りも 600m、700m とかそんな高地ですから、カーテンフィグツリーっていうでっかいでっかいイチジクの木を見に行きます。で、この子は日本語名がカーテンイチジクの木じゃないんですよ。あの、締め殺しのイチジクってちょっと物騒な名前がついてる。続いてやってきたのはカーテンフィグツリー、締め殺しのイチジクの木っていうところにねやってきました。で、ね、この木まずなんじゃこりゃでしょ。あの下半分根っこですよ。下半分根っこで上の太くなってるところから木なんですけど、普通に発芽したら絶対こんなになんないですよね。根っこって地面の下にあるもんでしょってなるじゃないですか。で、
根っこがこうせり上がってきたのかってそういうわけじゃないらしくて、一応言われてるのがこの4コマ漫画の通りなんですよ。まずね、あの多分あの辺りで発芽してるんですね、空中の、まあ、空の上じゃ、空中じゃなくて木の上、木の上で発芽をしてで成長してったんですけど、鳥がね種を落としたって言われてるんですね。フンって種とか木の実とかついばんで食べて飛んでって、飛んしてそこから芽が出て、で森をメンテナンスしてキープして広げるっていう役割が一応鳥ちゃんにはあって、で木の上で落としたフンから芽が出ちゃったらしいんですよ。まあ、あの辺りだったら日もすごく当たるし雨もいっぱい浴びれるし、まあ、環境良かったんだよね。で芽が上に伸びてってつる、まあ、根っこが下に合わせてて、まあ、要はなんかその勝手に乗っかっちゃったで成長した。で子供をこう抱えてる、まあ、ちっちゃい子さんがたまにこうお父さんお母さん抱えてるんですよ。そういう状態だと思ってるから、で下ろさないです、一切一生下ろさないんですよ。ずっと抱えたまま子供ってでかくなる、で親よりでかくなっちゃったりするじゃないですか。こう抱えてればそのうち足が伸びてて地面につくと、地面についたら自分で立つんですよね、栄養も吸い上げて。で今度親を持ち上げるんですよ。なんかイメージ湧きます？そうすると親は張ってた根っこが抜かれるんですよ。ギュー持ち上げられて締め付けられてで倒れたんじゃないかと。で隣にいた木に引っかかって寄っかかったまんまその木も飲み込んで、周りにある木も全部こうつるつるはわせて飲み込んで、あれがそう、でこんなになっちゃった。締め殺しの木、そう、あ一番最初のホストの木はもう腐ってないんですって。へー、存在してないんです。土に書いちゃった。旅好きチャンネル、必ずカモノハシは真下に潜って、真下気味に潜ってって怖がってくるぞ、うん、なので水面を泳ぐと、で泳ぐと水がやっぱりふわーって流れてくる。はい、続いてやってきたのはカモノハシ探しです。ピーターソンクリークといってね、水路なんですけど、ここにねオーストラリアにしかいない珍しい動物カモノハシがいるそうです。こうやってね森の中を抜けていると何やら前方に動物がいたということでみんながね集まってたんですが、最初はね木登りカンガルーかなって言ってたんですが、よく見るとねポッサムでした。ポッサムかな、ポッサム顔が見えた瞬間にあれと思ってポッサム、ポッサムだな、分かんない。そもそもあ動いた、動いた、カモノハシはですね、オーストラリアだけに生息している、卵を産む哺乳類ということでね、鳥類、爬虫類、哺乳類が合体したとてもね不思議な動物なんだそうですよ。とても警戒心が強いということでね、こうやって、じっと静かに待っていたんですが、なかなか現れてくれないんですよね。10分ぐらいですかね、待って諦めかけたその時にですね、出てきてくれました、想像よりもですねずっと小さくてねすごく可愛いです。10分ぐらいですかね、こうやって泳ぐ姿を見ることができました。たまにね、こんな感じの不気味な木があったりするんですよ。不気味でしょ、だって牧場のおばあちゃんが作ってくれるいちごジャム、もちろん、ね、地元のここのいちごだし手作りだし、で、蜂蜜もここのローカルのものなんで、で、肉、ステーキ1人1枚、ドーンと、で、ソーセージ2種類あって、ビーフのソーセージと、あとカンガルーのソーセージね、うん、
そして最後にやってきたのはピーターソンクリークにほど近いね、とある牧場です。ちょっと名前はねわからないんですけど、そこに着くとね、かわいいポニーがお出迎えしてくれました。そう、武器のかけ方が反対だっていうと。そうなの？そうなんだ。この牧場でね、オージービーフのバーベキューが楽しめます。美味しそうなステーキがね、焼かれてますね。で、その横にはね、これは、茹でピーナッツですね。で、その奥で、ソーセージ、2種類です、ビーフのソーセージとカマタムのソーセージが焼かれてました。そしてこちらには、地元で採れたね、フレッシュな野菜と、パンなどがね、置かれてます。ここにあるサラダ、あとパンか、これイチゴジャムね、自家製イチゴジャムと地元の蜂蜜、これが最強にうまい。あとビーツの漬物、あとパイナップルおつまみに、でサラダも、もちろんローカルのものだからすんごいですね。会場はねこんな感じでね、もうね寒くなってきましたんでね、ストーブが焚かれてました。こちらはドリンクコーナーです。ジュースはね飲み放題なんですが、ワインはね1杯まで、いただけるそうです。2杯目以降はね有料だということです。テーブルどこでもいいですよ、外でもいいからね、アウトドア派な人ちょっと OK。 蜂蜜パン美味しいよ。Medium, yes. Just, I show you, you tell me, okay. Good enough? Okay. Maybe. Too much? Okay. Yeah, okay. Okay. All right. Now, two sausages. ボリューム満点、とてもね、美味しそうなね、ディナーです。なんかね、一生懸命切ってますけど、決して硬いわけじゃありません。まあ、切るのがね、下手なだけなんですけど、とても柔らかくて美味しいお肉でした。食事の後はですね、野生のポッサムやね、ワラビーが餌を求めて牧場にやってきてるんでね、しばらくね、動物の観察会が始まりました。とても可愛いね、姿が見ることができます。さて、大自然動物探検ツアーはいかがだったでしょうか。私たちはですね、午前中はキュラナ観光をしてこのツアーに参加をしているので、ね、朝がとっても早かったんですが、小さな、ね、お子さんとか、ね、いらっしゃる場合は、午後からの出発になるので、ね、無理なく参加できると思います。家族旅行には最適なツアーだと思います。3泊5日の、弾丸ケアンズ旅行もね、そろそろ終わりです。連日朝早くからツアーに参加して少しハードかなと思ったんですけどね、そんなにきつくなくとてもね充実した楽しい旅になりました。それでは最後に星空鑑賞会のね様子をね、見て終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。